ーニングジャム3、4、オモライ家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には久留米のフルーツショップ飯田屋セレクト秋の味覚セット派生相当プレゼント。はい、これがねすごいセットなんですよ。まず梨、アラオのジャンボ梨新高です。これ大玉が2玉、めちゃくちゃでかいですよ。でかいです。届いてびっくりしないでください。これ梨って。ちょっとした追加だよねって言うぐらいでかいです。はい、それから久留米の大州という柿、まあこれがね高級で甘いんですよ。5つ。そしてブドウはシャインマスカットが2房。はい、そしてみかんが5キロに栗1キロ。すごくすごく豪華なセットです。ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。じゃあね、今日はそうだな、こちら女性の方からいただきました。すごいね。中地小浜ちゃん、おはようございます。おはようございます。うちの4人の子供の出産エピソードを聞いてください。今までね、いろんな、出産のエピソードがありましたけれども、はい、まさか4人まとめてっていうのはね、なんかすごそう。まず1人目、22年前私20歳でした。陣痛中は母と旦那で交代交代腰をさすってくれて、旦那も立ち会って出産いたしました。助産師さんが初めての出産でわからないことを順番通りにきちんとわかりやすくタイミングよく教えてくれて、10時間ぐらいうーっと苦しみましたが無事出産できました。そんな経験から2人目の出産も大丈夫だろうと思っていたんです。計算部だから結構ほったらかし。それで私も記憶を頼り頼りで、こうだったっけ、うーああだったっけ、うーこれも面白いね。なるほどね。陣痛にうーうーと耐えて、いざ分娩室に。旦那も立ち会ってました。分娩台に上がって足をかけて踏ん張るんだけど、足のかける位置が悪いのかうまく踏ん張れなくて、痛いし眠たいしどうしたらいいと、と私はパニックになってしまって酸欠状態、鼻から酸素吸入されて。大変。やっぱ ねまだ2回目だからっていうところなんでしょうね。なのに周りはねもう2回目だからって、ね、そういうことなんですよね。そしたら横でバターンと音がして、え、大丈夫ですか、何何大丈夫ですかご主人。よく出産の時に旦那が倒れるって話聞くけど、悶絶する私を見て旦那が横で貧血で倒れてしまったんです。まあだから旦那さんもね、その一番最初の時はそうでもなかったけどって、もうあまりにも奥さんが苦しんでてっていうことでね、貧血に倒れてしまいました。それで私は我に返っておりゃーと、すっぽんおにゃーおにゃーおにゃーと。すごいですね。3人目はもう立ち会い出産はやめとこうということになって、3人目の出産はもうこれで最後だおりゃーと力を振り絞ってすっぽんおにゃーおにゃーおにゃー。4人目、35歳、はい、まさかまさかの4人目の妊娠、そして出産だけど、年齢と経験を積み重ねたおかげで陣痛の時もまだまだピークは、こんなもん、こんなもんじゃないよと冷静に分析、さすってくれようとする母や旦那を、いやまだいいから、あたた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 、耐えに耐えに耐え抜いて、いざ分娩台に、最後に出てくる瞬間、もうこれが本当に最後の出産だ、すっぽーん、おにゃーおにゃー。
赤ちゃんが参道をぐるんと回転するのが分かるぐらい冷静でした。4回の出産、どれも本当に壮絶な痛みでした。こうして母は強くなっていくんですね。後から聞いたんですが、旦那と母は私が分娩室で出してる声が聞こえてたみたいで、最後の瞬間と聞いたことのないすごい声を聞いて、うん、出たねすごい迫力がすごいと言ったそうです。現在長女は大学4年生助産師を目指して来年から大学院生です。長女の出産の時の助産師さんのようになってほしい。長女の出産の時の助産師さん、丁寧にね、タイミングタイミングで、はい、こうしましょう、次はこうですよ、そういうことですね、そういう2人目まあ2人目だかなとほったらかし面白いね。いやー本当、ね、やっぱこう経験を積んでいくっていうところも ねあったりとか、うん、でもやっぱりこれっていうのはね、あの人それぞれ違ってて、そうなんですよ、ね、そうなんですよ、あの同じように3人産んだ4人産んだっていう人たちでも、うん、もう1回1回が全く違ってたっていうね、うん、そんなメッセージもあります。そうですよ、うんね、私も3人目だからもうね、もうすぐ生まれるかなと思ったら、うん、もうこれ陣痛だと思って行ったのに陣痛が止まってしまって、1回帰りましょうかって言われて一度家に帰ったんですよ。いやだから本当やっぱね、いろんな、あれハンバーグ食べてる時に産気づいたって、それ2人目ですもうどれがどれだか私のねハンバーグ食べながら痛っ痛っ痛っハンバーグ食べ、あのね行きなさいよ。いやでももうこれはもうね、今夜生まれるかもしれないからハンバーグちゃんと食べとこうみたいな、肉きちんと食べとこうってやめろ迫力すぎるだろよし、じゃあこれも行こう、女性の方、由美子さんですね。中地小浜ちゃん、おはようございます。おはようございます。聞いてください。何でしょう。先週買ってきた新鮮なレタス、そこに小さくて可愛い青虫ちゃんがついていたんです。数ヶ月前にも、キャベツについてた青虫ちゃんが可愛くて育てていたところ、美しいモンシロチョウに育て上げて子供たちと感動いたしました。また育ててみようと思って育て始めて1週間経った頃に違和感あれ少しぷっくりしてない、夜しか動かなくない、茶色っぽくない、恐る恐る夫がインターネットで検索して調べてくれたら、なななんとガだったんです。ガと分かった瞬間、家族みんなでギャーそんなガも気の毒にこれって今流行りのカエル化現象ですよね。誰がカエル化現象、ガなのか蝶なのかカエルなのかよくわからない。皆さんも覚えててください。モンシロチョウはキャベツを食べるがレタスは食べない、レタスをよく食べるのはガ。ご清聴ありがとうございますだから数ヶ月前はレタスについてたっていうことなんでしょうね。キャベツについてたんですよね、数ヶ月前は。モンシロチョウだからね。そうかそうか、ね、あそういうことね、はいはいはい、で今回はレタスについてた、新鮮なレタスか、ね、いやだそうです、ね、まあ、皆さん気をつけてくださいね。これがカエル化現象って書いてありますけど、うん、これはカエル化現象ではないです。そのあんまりね、モンシロチョウとかガニカエル化現象っていう言葉は使わないと思う。急に冷めちゃったっていうねカエル化現象。以上、おもろい家族のコーナーでした。パート2はお昼12時からです。モーニングジャム。